はい、こんにちは。撮影機材の一つとして使ってますソニーの HDR-AS15 アクションカムです。新機種が、出ましたけど、まだまだ現役で使えます。この、スケルトンケースにカチッと入れて、そして、マウントのアダプターを取り付けると、車にね、取り付けて、ドライブレコーダー代わりに使うことができます。そしてさらにね、使い方を広げるために、昨年の1月ですか、このようなグリップスタイル LCD ユニットも発売されています。これはこれ、カパッと開けて、本体を入れるんですけれど、本体の、下のカバーを外します。そしてこのアダプターがここについてますんでね、これがこのアダプターとカチッと合うように奥まで入れるんですけど、これがなかなか入っていかないんですよね。よいしょ、はい、入りました。そして、蓋を閉めます。はい、それで電源投入。はいはい、このようにしてね、グリップスタイルで、液晶モニターを見ながら、撮影することができるんでね、通常の、ビデオカメラとしても使えます。なんと、32GB の、SD カード、マイクロ SD カードが入ってますんで、720p の、標準、撮影でなんと11時間、撮影することができます。ただね、バッテリーの関係で、連続で11時間撮影することはできませんけど、2時間程度のね、イベントなんかは、十分に撮影することができます。そしてさらに、これね、これもっと活用したいなと思ったんですが、何かというと、これダイレクト Wi-Fi、 この左上に Wi-Fi って書いてますけど、ダイレクト Wi-Fi が使えるということは、この、タブレット、これは、初代ネクサス7、これとね、このアクションカムをね、うまくつなげて、ビデオ編集システムができないかということを考えたんですが、なんとそれができました。今日はね、その、アクションカム AS15 と、初代ネクサス7を使った、ビデオ編集システムをね、お話をしたいと思います。終結戦、鹿児島へ終結戦。鹿児島1万人集会。